じゃあこの103が今回の仕事場ですね。まあ前回は住人のいない空き家に盗みに入るという蜂蜜みてえに甘い仕事をしましたけど、今回はついに人がいる家に盗みに入るわけですね。すでにシルエットが映ってますけど、まあ素人の方にはわからないかもしれないけど、泥棒ってのは下準備が8割みたいなとこありますから、住人が家を開ける時間帯をすでに特定している今、もう勝利は確定みたいなもんですね。のんきなもんだぜ、これから盗みに入られるってのによ。で、画面左上にも書いてあるけど、住人は17時以降外出する、まあ21時まで家の外に出てるという情報をすでに持ってるので、まあ前回いつも電話をかけてくる個人番号くんがこの計画モードっていうのを教えてくれたんだよね。で、計画モード発動して、でそうすると詳細に予測することができるんですよね、住人の動きを。で今そこにいるけど、これから17時になったらこの場所に移動してくるということが予測できるので、そう予測できちゃうんですね、優れた泥棒ってのは。住人を見ただけで、つまりもうあとは時を待つだけですね。なんだうるせえな、のんきなもんだぜ、これから盗みに入られんのによ。おらで、前回隣の空き家から行けそうだったんだよね。ここの扉から裏口から侵入できそうな経路を見つけてるので、17時になってあいつが移動したら裏口から入ると。でピッキングの技術はすでに習得してるので、さあもうすぐ17時になりますよ。さあ17時になりました。移動したね、明らかに移動したね、わかるぜ、手に取るようにわかるぜ。で、ピッキングをですね、前回練習したんだけどな、こういう感じか、こういう感じだな。よし、素晴らしい。ゆっくり開けてと。で、あとこういうなんか物を壊すみたいなミッションも言い渡されてますね。これはまあパソコン経由で受けた特別ミッションだけど、これバレないよな、破壊する音で。大丈夫だよな、このくらい。しゃあで、21時に住人が戻ってくるらしいので、それまでに仕事を終わらせたいわけだ。こっからは時間との勝負だぜ。で、正面から堂々と入っちゃって、おー、ちゃんと施錠してやがる。ちょっとの外出なのに。あんまガチャガチャ言わせない方がいいんだよね。よしよしよし。スマートにスマートに開けました。あとは盗むだけ。いいね、現金むき出し。こういう不用心な住人が一番ちょろいのよ。で、まあ、できるだけこういう引き出しもね、長押しでゆっくり開けて。いや、もうこのくらいの引き出しは大丈夫か。うん、このくらいは豪快に開けても大丈夫でしょ。その辺のね、丁寧にやるとこと豪快に行くところの取捨選択ですよ。我々の職業に必要なのはね、覚えときな。よし。これから泥棒やってみたいなという方もぜひ参考にしていただければと思いますね。おっと、まあ、もうとりあえず目についたものはどんどん持ってって、現在もう18時過ぎてますね。21時に戻ってくるので、残り何時間だ？もうすでに2時間半くらいですね、残り時間は。いや、もうそんなに時間ねえな、マジで。今ちょっともう無駄に手間取ったわ、真ん中の引き出し開けんのに。オッケー、いただいてくぜ。もうとりあえずいただいてくぜ。ここバスルームだな。そいや！トイレはムカつくので破壊しといて、これで二度とうんこできないね。こういうのもよくわかんないけど、いただいとこう。ちょっとリュックの容量とか何も考えずに、とりあえず目についたもんを持ってってるけど、まあそういえばこれがメインの目的だったな。そうだそうだ、個人番号くんにドローン持ってこいって言われてんだ。次の仕事にドローンが必要なので、あぶねえ、これ忘れるとこだった。これ持ってって。はいはい、なんですか？今ちょっと仕事中なん。今じゃねえだろ。わかったか？よし、カメラが無効化できるようにアップグレードが必要だ。104の入り口にはカメラがある。なるほど、そのためにドローンを撮らせたのね。はい、盗んだものを売ってコンピューター上で、なんかもうちょっともう今かけてくんじゃねえよ。仕事中なんだから。お、やった、鍵手に入れた。次からこの家に侵入するのが楽になるね。今鍵を手に入れたので。いや、むき出し。むき出しの現金取るときが一番脳から気持ちいい物質でんだよ。さあ、こんなもんかな。そろばん？これそろばんなの？あとは、何？あ、これ冷蔵庫とかも開けられんの？ああ、これ盲点だったな。こういうところに大事なもん隠してたりとかあんじゃないの？通帳とかさ。なさそうなとこに隠してたりすんなよ、貴重品って。で、もう残り、どうだ1時間を切ってんのかな。ちょっと、あともう、どこ見落としてるかな。どっかしら見落としてるとは思うけど。あ、なんかでも、カバンのアイコンが右下のね、赤くなってからも意外と時間あんね。さあ、住人が戻ってくるまで残り1時間を切りました。バレないようにしっかりね、すぐにバレないように扉も閉めて、で、また裏口からそっと帰る。これだけ。簡単な仕事でしたよ。今、住人はどこにいんのかな。あまり離れてるとシルエットも見れないのかな。あ、こういうところ登るスキルがあったりもすんだよな。今はできないけど。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。あ、持ち物が多すぎる。あ、体が重くなって。ああ、なるほどね。リュックの容量を超えると、ダッシュできなくなんだ。いざって時に困るってことだね。カバンをパンパンにしすぎると。さあ、裏口から戻りましたと。じゃあもうこのまま帰っちゃってもいいけど、まあ何も知らずに帰ってくる家主の間抜け面くらいは拝んどきましょうか。それが我々にとって最高のご褒美ですからね。ごちそうですよ。で、住人はまだ家の外に出てんのかな？この辺に、あれ？てかもういなくね？あ、ていうかそうかそうか、なんかこの辺に出てくるみたいなの計画モードで見たけど、なんか、それはもう家の外に出てるんだね。じゃあなんか、あ、そうそうそう、帰ってきた帰ってきた帰ってきた。そう、完全に外出してたってことだ。帰ってきたらしいぜ。おかえり。じゃあ、俺帰るから。なんて間抜けな姿だ。ママの顔が見てみてえぜ。あ、あ、そっか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 。家入ったら、あ、やばいやばい、そっかそっか。そういうことになるんだ。気づいちゃうんだ。だから、まあ、警察が来る前に、とんずらかませばいいわけね。あ、しまったしまった。それのこと想定してなかった。それのこと全く想定してなかったぜ。あばよー。まあまあまあ、ちょろい仕事でしたよ。で、あとは隠れ家に帰って、あ、まあ、質屋によって物を売ったりしたかったけどな。それちょっと前作との違いだね。盗品を売却するための質屋が街の中にあるから、こういう風に逃げてくるとなんか、カバンをパンパンにしたまま戻ってくる羽目になるんだ。あ、なるほどね。それは厄介だな。より手早く仕事を終わらすことを求められるね。で、パソコン触ってブラックベイで、なんか揃ってるもんねえかな。え、ねえな。すごい、もうほんと全部、片方しかねえじゃん。セットだったら高く買い取りますよの商品。全部片方しかない。あ、でも、あ、いいのあるじゃん、いいのあるじゃん。このように、をね、セットだったら高く買い取りますよの商品ちゃんと揃えたら、このように、まあ結構普通に売却するより得をする。ありがたい、ありがたい、ありがたいね、本当に。なるほどな。初めて使いましたよ。泥棒専用のメルカリを。あと家の中にロッカーがあったりもしてね。ここに物を預けることもできんのね。だからこういう、ね、ブラックベイで、高額で売ることができますよっていうものは、まあ、セットのものが見つかるまで、ここに眠らせておくっていうのも、ありだよね。まあ、そうか、こんなもんかな、じゃあ今は。じゃあちょっとめんどくせえけど、街に戻ろうかな。え、でもなんか今、パッと押しちゃったけど、アイコン。警察のマーク出てなかった。あ、まだ警察、いや、もういないな。もういないわ。すぐに街に戻ってきたらまだ警察がうろついてる可能性があったりしたのかな。もう捜査打ち切ったんだ。間抜けな警察で助かるぜ。質屋はどこだったかな。ボスやってる。声でけえな、こいつ。まあ、二度手間だけど、売りに来ましたね。うわ、すごい、なんかもう、アップルのパソコンみたいな。あ、もうそうだね。iMac って書いてあるもんね。こういうのもあるんだ。これ普通に売っても高そうだけどな。本日の注目か。うわ、これ持ってたらめちゃくちゃ稼げたんだろうな。じゃあとりあえず今持ってるもんは全部売却して、この一括売却気持ちいいな。シャキンシャキンシャキンってなんの。じゃあ帰ってきましたけど、さっき手に入れたドローンを使って次の仕事するんでしょ？で、パソコンになんかドローンを改造するみたいな。メニューがあるので、これで、ああ、なるほど。アップグレードしていくんだ。うわ、ちょっと楽しそうな要素。うわ、これいいぞ。今求められてるのはこれだよね。もうちょっと仕事中の個人番号くんの電話、よく聞いてなかったけど、仕事中だったからさ、こっちは。カメラ無効化モジュール。これを求めてるはずなので、まあ、監視カメラを無効化することが求められるのか、次の仕事は。これ購入するでしょ。まだお金に余裕あるから、そっか、バッテリーとかあんのか。念のためバッテリー増やしておく。なんてこともできんだね。これだけやっとこうかな。まあ何かあった時のためにお金全部は使いたくないんだけど、ちょっとそういう堅実な一面がありますので。今盗み以外の仕事とかは特に斡旋されない。で、あ、なるほどなるほど。一度侵入した家の情報はこうやって買うことができるようになんだね。いや、でも今の103、ちょろかったぜ、ウィルソン。ここの情報なんて買う必要ねえわ。で、次に行くのが104でしょ。あ、なんだよ、親切じゃん。個人番号くんが代わりに払ってくれたのかな。次に行きたいのが104だよね。ここに行けって個人番号くんに言われてるので、代わりに払ってくれたのかもな。ここの情報をじゃあもう根こそぎいただいとこう。仕事の情報、泥棒専用情報サイトですけども、こちら。このウェブサイトによると、104の廃品置き場。あ、家じゃねえんだな。住居じゃねえんだ。地元の廃品置き場だって、ここには2台のカメラ。1つは正面ゲート、もう1つは裏にある。まあ、裏口も正門も監視カメラがついてるので、どちらかを無効化することが求められる。サイドの窓が開いている。住人の日常生活が明らかになった。何を言ってんの俺は。なんで2回言うの？メインルームの PC ユニット。あ、そう、PC ユニットだってこれ高額で売れる商品ってことじゃないの？収納エリアのレシーバー、金属製のキャビネット内のヘッドフォン。この辺のは高額商品ですよみたいなことかな、このアイコンからして。高額商品がこちらにありますので、どうぞお盗みくださいと、そういった情報をやり取りしてるわけだ。はあ、あ、でもこの日常生活が明らかになったっていうのは、もうこの情報を買ったことですでに、なんだ、今忙しいんだよ。で、104の2人だが、2人とも一定の時間に出かけるにして確認してみるといい。まあ、そういうことだよね。そこに行ってドローンで入り口カメラを無効にするんだ。次のステップについてはまた電話する。ちょっと仕事中にあんま電話したくねえんだよな。盗みに集中してからさ。ノート。ここかな？ここの104の廃品置き場。ここを次に狙ってるわけですけど、ああ、ここには2人の住人がいて、今の情報サイトでありがてえ。すべて丸裸になったわけだけど、ああ、でもこれはちょっとまた、スリル上がりますよ。さっきのウィルソンちと違って、2人が外出してる時間っていうのが被らないんだ。あ、いや、一応被ってる場所もあんのか。そうかそうか。この時間すっげえチャンスだね、じゃあ。あ、ていうか、そうか、めちゃくちゃ難しいじゃんって最初思ったけど、むしろ逆か。むしろ2人同時に家にいるタイミングっていうのがないのか。だからそうだね。この画面でいう上側のグスタボ。グスタボさんが家で1人のタイミング。この辺りから行動を伺い始めて、こちらとしてはね。で、この2人とも家を空けるこのわずかな時間。ここで本格的に動くと。で、ここで仕事を完結させたいね。で、このライダーが3時に帰ってきたらさっきみたいに通報されるわけで。まあ、計画としては2時半くらいにはもう仕事を終わらせて車に乗り込みたいっていう雰囲気はあるな。ああ、真剣に考えるとね。さあ、追っ始めようぜ。104ってのはここだな。廃品置き場。近くに車止められるとこあるかな。あそこ駐車場だな。オッケーオッケー。で、現在時刻は19時。家には1人がいるはずなんだけど、計画モード発動！はいはいはい、家の中だけで動く感じだね、しばらくは。っていうことがわかるけど、でもまずはまあ、あれだよね、無効化しないといけないわけだよね。ドローンを使って、カメラを。で、ドローンをどう使うかをよく分かってないんだよね。これ個人番号くんが教えてくれんじゃないの？装備するっていうのはあるけど、装備しましたか今。それじゃなくて、それじゃないのよ。それじゃなくて、それじゃないのよ。バール好きだな、お前。あ、G キーでドローン出せるって書いてあんな。あっ、うわ、もうジャッジアイズじゃん。こんなんもうはっきり言って。ジャッジアイズで散々やったわ、こんなの。で、あのカメラに向かって、もうすでにカメラ無効化アップグレードは済ませてるってことだよね。お金払ったもんね。カメラは無効化、カメラを無効にする。さあ行け！あっさりだね。何の手応えもなかった。ちなみにもう一個カメラあるんじゃなかった？そっちも無効化できるんだった。あ、バッテリーとか、あそこだ、通信が切れる。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今のそうだよな、多分。ピーピーなってなんか、Wi-Fi のマークみたいなん出てたもんな。離れすぎると、はいはいはい、通信が切れるってことだ。なるほど。これ俺不審に思われない。なんか通行人来たけど、通行人っていうか一般通過。あー、やばいやばい。一般車両が来ました。これ、今、違って、道を塞いでんの。今かけてくんな。そこに僕のものが入った段ボールがある。バカどもが送ってくるはずだったが、まだそこにある。重いのでトランクに入れ、持ち帰ってくれ。何の話してんの？いや、ちょっと、あのさ、着信中は動けないんだよね、俺。電話取ったら動けるんだけど、びっくりしたわ。ああやってこう、車両の道を塞いでるみたいなのもずっとやってると多分、不審に思われるんだよね、もっと。で、なんですって、段ボールがどうの方の言ってたけど、あ、それは敷地内にあんのね。だから個人番号くんのお目当てが、そこにね、目的出てるけど、104から段ボール箱を盗んで持ち帰る。これがまあ、主目的というか、他にも盗めるもんがあったら盗んでいいけど、個人番号くんの望みはそれなわけだ。で、念のため裏側のカメラも無効化しておきたいよな。素人さんにはわからないかもしれないけど、盗みってのは準備が8割なので、無効化してやりましょう。さあ行け。あっさりだね。手応えが少ない。さて、これで2つのカメラを無効化したので、現在時刻は22時。情報によると、家の中に誰もいなくなるゴールデンタイムは0時からなんだね。0時から3時までの3時間、たった3時間。この時間だけなんですよ。だからそれより前に敷地内には入っておいて、で、グスタボくんがいなくなると同時に、やっぱ仕事を始めたい。この3時間、限られた3時間、ゴールデンタイムをフルに使いたいわけだよね。少しでも長く使いたい。仕事に当てたい。なのでそろそろ敷地内には入らせてもらおうか。あ、なるほど、ここピッキングですか。もう慣れたもんですよ。この辺だな。よし。やばい。あっぶね、今動いたからさ、あいつのシルエットが。ちょっと計画モードにしといた方がいいな。計画モード発動！発動させて23時にその場所に移動するんだって。この2って書いてある場所。なので、そのタイミングで、この窓から、あ、やっべえ、足音とかで気づくのか？今ちょっと不審がってたな。このね、壁1枚隔てて、今住人がそこにいるわけだけど、今後ろ向いてんな。オッケー、ちょっと通らせてもらおう。今確認できたね。この窓って開くやつか？いや、ピッキングレベルに必要って書いてあんな。この窓からの侵入は無理か。なんかサイドの窓が開いてるって、泥棒情報サイトに書いてあったよね。サイドってのがどこなの？あぶね、ちょっとクエスチョンマーク頭にすぐ出すな、あいつ。あ、ここのことだ。親切にアイコンが書いてある。で、23時台そこに移動しました。で、この後、やつは外出するはず。0時になったら。なので、もう、それ以外の場所にはいても、いや、ちょっと待って、こっから入っても行くとこねえじゃん。もう行くとこねえぞ。あ、でもなんかレシーバーこれ高額商品じゃないの？いただいておきまーす。お、むき出しで現金置いてあんじゃん。不用心で助かる。気持ちいい。今、気持ちいい物質が脳からドバドバ出てますよ。一応俺ゆっくり締めとこうか。はい。あっぶねえ。ちょっとその辺うろうろしてて視界入らないかちょっと怖いね。計画モード発動！そうだな。この後0時になったらまっすぐ外に出ていく。ので、その瞬間ですよ。そっから俺の仕事が始まる。俺にとってのエンペラータイムが始まるってわけだ。さあ、現在時刻が0時になりました。動いたね。星が動きました。いや、星はどっちかっていうとこっちなんだけどね。刑事用語で言うところの。星はこっちですけども、やつが動きました。よっしゃよっしゃよっしゃ、もう帰ってこねえぞ、しばらく。あ、カメラをチェック、こういうのもあんだね。こういうのオープニングでやったね。こういうことやってる場合じゃないのよ。これだ。とりあえずこれ、主目的はこの段ボール。あー、持ってかなきゃいけないタイプのやつだる。個人番号くんのお目当てはこれなので、これだけは絶対に持ってかなきゃいけないわけだよ。おわ、ここピッキングなの？ちょっと待って、ピッキングとかやっちゃうとピッキングの形跡でバレんだよな。ちょっと待って、考えろ。そこの窓、さっき閉めちゃったけど、こっから、段ボールをこう、外に投げといて、そっから脱出しよう。ピッキングやると多分ピッキングの形跡で帰ってきた時にバレる。通報が早くなるってことなんで、通報のタイミングなんて遅い方がいいから当然。あ、これも持ってくやつだ、だりー。ちょっと待って、もういらねえ、こんなもん。帰る時に段ボール抱えていくはずなんで、リュックに入らない、抱えて持ってかなきゃいけないもんとかは、ちょっともう他には持ってけないかもしれないね。残念だけど、モニターとかも、モニターリュックに入るんかい。今何時だ？ 1 時だ。現在時刻は1時。あと2時間ある。2時間あるけど、通報されるかもしれないってことを考えると、財布だっていいね。いいもんあんじゃん。3時よりも早く家を出ていく必要があるわけだよね。段ボール抱えていかなきゃいけないし、キーボードも何でも入れよう。何でもカバンに入れよう。あとなんだっけ、情報サイトでさ、あったじゃん。高額商品みたいなの。それ高額商、絶対重いし、そっか。これピッキングレベル2が必要なのか、スキル。この中に高額商品があるという情報を得てますけども、それは残念ながら無理みたいだね。よいしょっと。これで二度とうんこできないね。開ける。これ洗面所とかは経験上あまりいいもんないんだよな。ワインとかある。でもこのロバートワインってメルカリで売れるやつじゃなかったっけ？高額で。もう一個のワインと揃えると。ちょっとそろそろ撤退考えなきゃいけない時間だな。時刻が。そろそろ2時を回りそうです。高額商品。でもこういう、もう細かいところにあるな。ちょっと全部を一度に盗むのは難しいことだけど、非常に。この辺が限界かな。いや、でも俺前作の経験生きてますよ。こことか不用意にピッキングで開けちゃうと、通報のタイミングが早まると思うんだよね。鍵かけたはずの場所が開いてるっていうのは、もう住人すぐ気づくので。これ何？あ？電源スイッチ。ちょっと今は必要ないかな。時間切羽詰まってるからさ。もういいか、帰ろう！よし！これ抱えていかないといけないからさ、なんせ。で、持ち物が多すぎる。知ったこっちゃねえよ。ダッシュとかしなきゃ。これ、無効化してるよね、カメラちゃんと。オッケー。俺、裏口から入ってきたんだよね、確か。俺、どっから来たんだっけ？俺、どっから来たんですか？俺がどっから来たか分かる人います？いや、違う。裏側にカメラがあるとは言ってた。やっべ、そろそろ人帰ってきちゃうかも。もう3時になっちゃう。ちょっと待てよ。一旦よ、下ろしてピッキングの形跡にもしやつが気づいたら、そこのゴミ箱の中に入ってやり過ごす。どうだ、気づくかな。ピッキングの形跡に気づかねえか。バカだろあいつ。住人が開いてるドアを発見した。まずいぞ。ここだ、飛び込め。こういう隠れ場所にいれば、仮に通報されても見つかることはないはず。どうだ、通報とかするかあいつ。でも通報するまでにタイムラグ意外とあんな。全然いけたかもね。出れたかもね。ちんたらしてねえで。なんか家の中うろうろしてんね。全然通報しねえじゃんあいつ。バカじゃねえの。開いてるドアに気づいたのに。もういいや。もうこの段ボール持っていこう。ちょっと一応日誌確認します。もう一人の住人が帰ってくるのって、今こっちのライダーが帰宅したんだよね。グスタボの帰宅まではまだかなり時間があるので、ライダー一人の動きにだけ気をつけてれば大丈夫ってことだ。ちょっと一旦さ、危ねえ、変な音立てんな。計画モード発動！一応やつの動きを可視化して、今通れるか。ちょっとまずいか。危ねえ、今視界に入りそうだったな。よっしゃ、間抜けで助かったぜ。なんだっけ、グスタボじゃない方。名前忘れたけど、ライダーか。ライダーが間抜けで助かったわ。で、ここゆっくり開けて。ここもピッキングしたけどさ、ここの入り口の扉。でも多分、あいつ、まあその帰ってきたとこ見たわけじゃないけど、ここの門から帰ってきたんだろうね。だからここのピッキングの形跡には気づかなかったんだ。だと思ったぜ。だと思ったのよ。しゃあ、この段ボール持って帰ったら仕事はしまいよ。なんであいつ通報しなかったんだ？バカなのか？まあ開いてる扉に気づいたとは言ってたけど、俺がドアを閉め忘れたのかなくらいに多分思ったんだろうね。で、こういうことでいいのかな。トラックの荷台に置きましたけど、荷物をこれで持って帰れば平気？ちゃんとついてくる？ちゃんとついてくるよね、後ろの段ボール。あ、ついてくるねーよ。通報もされてないからね。パーフェクト。素晴らしい。通報されて慌てて出ていくようなこともなく、スマートに帰らせてもらうぜ。やっぱそうだよ。見ました、今の仕事で。あ、個人番号くん見てた？ OK、 箱はそこにあるよな。トランクから落ちたってことはないだろう。普通に開けてくれや、ナイフで。俺が開けていいの？中に何が入ってるかは知る必要はない。開けんのに今から入手したらブラックベイ経由で送ってくれ。段ボールをですね、どこで開けんの？ちょっと暗いな。家の中入ろう。あ、そこが目的地になってんね。なるほどね。こういう作業台に物を置いて、あ、ナイフあるね。ナイフを持って開けました。ブラック小包。小包でいいんじゃねえのか。ブラック小包手に入りました。なるほどね。中を見る必要はないって言ってたのはこっから先か。で、あ、ブラックベイ経由で売るメルカリね。泥棒専用のメルカリで、こちらを闇のマーケットに流すわけだ。あ、いいの揃ってんじゃん。これすごいすごい。セットボーナスみたいな。これはすごいよくわかるね、シナジーが。 PC マウス、モニター、キーボード、これをまとめてメルカリで売却。全部揃ってないと買い取らないよっていう客なんだね、ここの客は。いや、こういうことできると上がるね。なる。あ、あったね。ブラック小包。ブラック小包。ブラック小包を名指しで求めている顧客がいるので、この方に小包を売却しましょう。いや、儲かったぜ。個人番号くん、ありがとうな。素晴らしい。本当によくやってくれてるよ。いつか必ずこの礼はするが、まだいくつかやってもらいたいことがある。でも俺以上にこいつの方が儲かってんだろうな。いちいち窓の寝室にある荷物を置いてもらいたい。変わった仕事だな。気をつけてくれ。その男には見られないようにな。何、爆弾？いちいち丸に小包を置いてくるって書いてあるね。爆弾？爆弾か。なるほど、そういう仕事もあるんだ。いや、でもちょっと今のは楽しかったな。住人の動きをしっかり把握しながら、スマートに仕事をしてやりましたよ。必要以上のピッキングはせずね、通報されないように。はあ、気持ちいい。なんか追加の仕事とかないのかな。今侵入した、なんだっけ、廃品置き場だっけ。あそこにもう一回侵入することもできるもんね。盗み損ねたものもあるので。あ、でも追加のミッションとかはないのか。何かを破壊するみたいな。そうか、そうか。でも結構儲かっちゃったんだよな。ブラック小包とかのおかげで。なんか新しく買えるもんがあったりしたらいいんだけど、今特に必要なもんはないのかな、別に。これと言ってなさそうだな。スキルってさ、もっと習得できんじゃないの？あ、スキルポイントあるね。そうだよな。仕事中にレベル1回上がったもんな。レベルが上がったので、新しいスキルを習得することができるけど、今ここまでスキル取ってるから、右のこれか左下のこれかどっちか選べるわけだよね。ちょっとスリ上、そんなのもあんの？これは前作になかった要素だ。家の中に侵入して盗むばかりじゃなく、人間から直接盗みを行うことも可能だと。はあ、これもちょっと気になるけど、でもこっちそうだよね。ピッキングレベル2。まあこれ求められる場面多いからな。こっちの方が今は実用性ありそうだよな。どうしよう、ここでスキルポイント使って次はお前にスリをしてもらうって個人番号くんに言われたら、その場合すごい困ることになるけど、ピッキングレベル2は絶対に必要なのでこっち習得しようと思います。あ、習得できませんね。必要なレベル5って書いてある。なんだよ。じゃあ何だったんだよ今の。じゃあ今レベル4なので、まあもうちょっとで習得できるようになるんだな。まあでも必要なスキルポイントは1つなので、その時にまた習得できるのか。じゃあスリ習得しようかな。まあちょっと今回は一旦この辺で終わりにして、また次回試してみてもいいかもしれないな。スリを。いや、今回はもうだいぶステップアップしたよ。実際に住人がいる家に盗みに行って、しっかりね、痕跡を残さずに、スマートに盗み切ると。美しい芸術ですからね、盗みっていうのは。住民の皆様と私で作り上げる芸術ですから。そういえば前回猫ちゃんが家に入ってきて経験値を取得したりしたけど、あれランダムイベントなのかな。いつもいるわけじゃないんだね。あ、この家のこういうカメラとかもあるんだ。へえ、なんかストーリー上のイベントでこういうのを使う場面とかあんじゃないの。家に誰かが来たりしてさ。まあ、猫ちゃんはランダムっぽいな。気まぐれなんですね。まあそういうもんですよね。猫ですから。じゃあちょっと楽しかった。いいぞいいぞ。もうどんどん楽しくなってくんだ。じゃあ今回はこの辺で終わっとこうと思います。次に私が盗みに入る家はあなたの家かもしれない。